今回は束で巻くかコーミングで巻くかっていう、実験ですね。この左と右で区別して巻いている人はいますか？ということで、今回は一つのビッグで、右と左と半分に分けて、右側が、コーミングして、で、巻いて、左側、ウィックから見てですね、左側が、束で、取って、ワインディングするという形ですね。で、ちゃんと、ロットの配列とか、ロットの直径、まあ、ロットの色ですね。色とか配列とか、まあ、引き出し角度とか、なるべくもう左右同じ角度でやって、もちろん薬液とかも、その、コーミングか束かっていうのだけで、区別して、その他条件は全て同じで巻いていきます。もう仕上がりはあんま、そのスタイルとしての仕上がりはあんま気にして、ないんですけど、たまたまこのなんか残ってたビッグであったんで、ということで、結果。なんか全体としてのスタイルがなんか結構良くなったんでね。で、これが、ウェット状態で、左側が束で巻いた。で、右側が、コーミングで巻いたやつですね。後でまたこのまとめてるんですけど、右が全体的になんか細い束感で、左が太い、なんか結構ワイルド系な、かっこいい系な束感だなっていうのが、意外とその、束とコーミングだけでこんな結構仕上がりに差が出るんだなっていうのは、めちゃくちゃびっくりしましたね。で、次はこの乾かした状態っていうのは、その束感としての違いは先ほどよりかはあんまわからないんですけど、この毛先のかかり具合、やっぱ束で巻いてる方は、まあ、後で言うんですけど、なんか毛先があんまりかかってないなっていう感じがしますね。この、サイド見たら。ということで、まとめると、これですね。ウェット状態の時に、束の巻いた状態は、ほぼほぼそのまま太い束感が出てるなって。これ見たらわかると思うんですけど。で、右は均一的に細い束ができてますよね。こう。っていうのと、もう一つは、この束で巻いた方が中間にリッチが出るっていう。これは別に、中間から巻いたからとかではなくて、この毛先は束で巻いているから、液が浸透しにくくなってるからかなと思うんですね。まあ、毛先までしっかりカールしてるんで、もう均等に、全部均等ですね。パーマも均等、束も均等、細いみたいな。この2つの画像で結構、この、束感に違いがわかるかなと思います。で、次、ドライ状態なんですけど、やっぱこのドライにした時に、全体的にパーマがあるのは、均等的に巻いた方ですね。でもやっぱ毛先がちょっと、なんか、溜まってるように、見えてます。一応これは同じようにするために一切つかずに、もうブラントで切ってもそのままですね。一切セニングせずに2つの両方やってます。ということでまとめ、束で巻くかコーミングして巻くかっていうのはこうですね、出したい束ごとにスライスを取って束で巻けばそのまま束が出てくる。で、その太い、結構太めなんで、さっき見たように、かっこいい系とか、ワイルドな感じが出て、次下の、コーミングして巻くときは、まあ、この、あのスタイルで見たら可愛い系、優しい印象。この、束で巻いた方に比べたらってことですね。で、まあ、束感いらないパーマっていう、こう、お悩み系っていうのは、あれですね、ボリューム出したいとか、後ろに流したいとか、そう、このおしゃれではない、まあ、年配の人って言ったらまあちょっとおかしいですけど、
そういう人のパーマなら、まあ、コーミングの方が、まあ、巻くのも圧倒的にコーミングの方が早いんで、まあ、その場合によって、入っていきます。ありがとうございました。はい、ということで、過去の配信と、今後の配信です。やってほしい検証等とか、知りたい情報あればコメントお願いします。高評価とチャンネル登録お願いします。はい、で、これですね、まずお客さん来店してきて、まあ、切るときに、まあ、今日どれぐらい切りますかって聞いて、大体の人が短くって言うんですけど、いや、どれぐらい短くですかって、いや、普通に短く。普通って何やねん。ありがとうございました。